もっと絞って。本当にこれ食べてないよね。出てくるところが大きいから、舐めて食べたらいいのか、噛んで食べたらいいのか、わかりにくいんで、もっと絞って。キュールだったらさ、もう出てくるところが小さいから舐めて食べるんだけど、この場合だったら出口が大きいから舐めて食べたらいいのか、噛んで食べたらいいのか、すごく迷うんで、もうそうやってこぼれやすいでしょ。だから好きな食べ方でどうだと言われてもさ、迷うからさ、迷ったら結構面倒になって食べないっていう選択をしそうだよ。まあ美味しくいただいたけどね、もういらない、もうお腹いっぱい、しかも満足感結構あるね。